はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、つくもりゅうまです。さあ本日なんですが、アルティメットホープデッキ作ってきたんでやっていきましょう。あのオヌマトランスっていうね、あの最強のスキル、まあそろそろ、まあ、また規制入るんじゃないかって言われてるんですが、究極の、まあ、これがオノマトの使い方やでっていうね、そういうね使い方見せていきたい。今まではさ、例えばさ、ランク6立てててさ、なんかフォトンストリークバウンサーやら、なんかトレミスやら、なんかよくわからんモンスターが出てきたじゃないですか。違うんですよ、今回はですね、目指していく場面、希望王ホープの打点8000です。これをやっていきたいこれをやっていきたい。どうやってやっていくか、これあの動き方、生放送を見ていただいた方だったらわかると思うんですけど、結構強いんですよねこのデッキ、意外と。あの展開できればね、ですね、展開する方法が、ライオアームズを出してからホープ出して、ライオアームズにホープにライオアームズ装備するっていうデッキなんですけども、これあのライオアームズの効果で、これは一応あのホープに装備できて3000ポイント打点がアップするよっていう効果と、あとオーバーユニットを使うと、デッキからゼアルウェポンっていうね、カード、まあ、要は装備カードですよ、ホープの。ホープ専用の装備カードをサーチできるんですよ。これちなみにホープ、ライオホープレイが後ろに映ってるの結構かっこいいですよね。ライオホープレイめちゃくちゃ欲しい、リンクスに早く。まあ終わるけど、リンクスに来たら強すぎて。で、ゼアルウェポンが今回3枚入ってまして、アシュラブロー、これは、1000ポイントホープにつけるとアップして打点が、で、全体攻撃ですね。あプルガトリオみたいな感じです。で、トルネードブリンガー、これは対象に取れなくするよっていう効果ですね、ホープが。で、装備モンスターが戦闘で破壊される場合にはこれを代わりに破壊できるよっていう効果で、ライトニングブレード、これは、ゼアルウェポンもカードの効果では破壊されなくするよっていう効果ですね。だから例えばハーピーの狩り場で割られないとか、それからなんだ、サイクロンで割られないとか、まあ、ガガボルトで割られないとか、いろいろそういうのがあります。で、1200ポイントの打点がアップするよっていう。だからですね、基本的にはトルネードブリンガーと、ライトニングブレード、これを装備して、でさらにライオアームズも装備すると、希望ホープが攻撃力が8000になって対象に取れなくなって、で、ゼアルウェポンが効果で破壊されないよっていう効果になるんですよ。はっきり言ってさ、強すぎないこの場面を目指していくデッキです。めちゃくちゃ強いんで、これができたら。で、どうやってやっていくかっていうと、そのどういう風にね、盤面を作っていくかっていうと、3枚揃えればいいです。ドライバーとズババ番長とオノマトピアって3枚を揃えるとあのできるんですけど、ドライバーが、レベル5にできるんですよ。これドローとランチしたモンスターの効果によって特殊感されたターン、自分のフェード上のドローとランチしたモンスターを、レベルを1個上げるか下げるかできると。でこれを一旦2回まで使用できるよっていうことなんで、ドライバーと、オノマトピアでまずオノマトピアを召喚するんじゃん。でドライバー特殊召喚するんじゃん。でここを5-5にするんですよ。ここを5-5にする。で、ズババ番長特殊召喚しといて、ほんで、こことここで5-5になってるから、これ出すじゃん、あのライオアームズを。でライオアームズでゼアルウェポンをサーチして、ほんで、墓地に送ったその素材としてね、素材として墓地に送ったオノマトピアを番長で釣って、で番長とオノマトピアでホープ出して、でホープにサーチしたゼアルウェポンカードと、それから、ライオアームズをつけておくみたいな感じですね。これがねめちゃくちゃ強い。でこのゼアルウェポンどっちか来てるとかなり強いんで、だから、ちょっと増やしてもいいと思う。だからトルネードブレインをちょっと増やして、例えばもうウィンドウ抜いちゃうとか、こういう構築でも結構いいと思いますね。こうすると少しだけそのアルティメットホープが、出せる確率が上がります。で、注意点としては、この3枚をかき集める、都合上こいつをガン詰めしてるんで、汎用札を入れるわけがあんまりなくてマジで先行妨害が結構きついっていうのはあるんですけど、一応ねボルトでなんとかできることも結構多いんで、まあ、そんな感じでボルトに今入ってますっていう感じですね。マジで見てほしい、8000はやばい。で、ダブルアップチャンス、今回、新しく追加された、これですね、このダブルアップチャンスが、あるんですけど、これ入れなくてもいいです、このデッキは。なんでかっていうと、使えない。魔法トラップカードが埋まるから。ゼアルウェポンカードで全部埋まっちゃうから、これね、使う余地ないんですよ。なので、これはね、なくてもいいです。なかったとしても8000だ出せるから、勝てる。はい、早速デュエルやっていきましょう。デュエル。スタンバイ。ダブルアップチャンス使うわけねえや。魔法マナゾーン待ってっから。ゴミじゃない。ダブルアップチャンス使うゾーンねえんだよ。魔法トラップ待ってっから。カードゴミか。行くぞ。俺のターン。手札から。はいはい。魔法カード発動。もやかしだ。出た。これね、KCGT でも使ってる方いましたよね。すげえ強かったってことですけど。まあ KCGT 見てない人も多いと思うんで、いやめちゃくちゃエラーが起きようかったって言わせてくださいですけどね。出た、もういい、分かった分かった、もういいです。9までどうぞ。
9までいいです。もう長い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 。もういい、分かった分かった、もう9までいいよ飛ばして。僕さ OCG だったらさ、あ、もう何もないで9までどうぞって言うんだけどさ、リンクスこれ全部いちいち1回1回やるからさ、クソ長いって言うの。モンスターを特殊召喚、マトリョーシカが始まる。ファイトさんのネオギャラに影響されたのか、フォートの攻撃面でアルティメットつけちゃったり。いやなんか最近頭悪すぎて全部のデッキをなんか頭にアルティメットつけるっていうね。アルティメットホープか、アルティメット、デスティニーソリティアとか。最近なんか語彙力が、まあ、最近っていうかまあいつもなんだけど、語彙力が低下しすぎて、なんか全てのデッキメイト全ての攻撃面にアルティメットつければいいと思ってるから。はい、モンスター効果当たった、もう思い出当たった、いいからもう。はい、俺のターンドロー。なるほど、なるほど、なるほど、これはいけますね。俺はスキル発動オノマトランス、オノマトランスの効果によって俺はドドドドローでいいか、ドドドドローを戻し、そしてズババ番長を手札に加えていくぜ。そして俺はオノマトピアを召喚、オノマトピアのモンスター効果発動、ドロドライバーを特殊召喚、そしてドロドライバーのモンスター効果によってレベルを5に合わせていくぜ、レベルを5に合わせていくぜ。そして俺はズババ番長のモンスター効果発動、ズババ番長を特殊召喚、さらにレベル5のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろライオアームズ、そしてライオアームズのモンスター効果発動、オーバーレイネットを1つ使い敵からゼアルウェポンカードを手札に加えていくぜ、トルネードブリンガーを手札に加えていく、さらに俺はズワワンチョウガーコートのモンスター効果発動、オーバーレイネット、いやオーバーレイネットじゃねえや、墓地のオノマトピアを特殊召喚、レベル4のモンスターが2体でオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、いけ希望ホープ、どうこのデッキかっこよくない。3枚揃えればいいんだけど、意外とね安定感あるんですよね、オノマトランスがあるんで。ふん、さあナンバー39、希望をホープをエクシーズ召喚、さらにゼアルウェポンライオアームズのモンスター効果発動、俺はホープルモンスターにこのモンスターを装備することができる、3000ポイント打点がアップするぜ、さらにゼアルウェポントルネードブリンガーを希望をホープに攻撃、あーじゃなくて装備、さらにゼアルウェポンアシュラブローを希望をホープに装備、この効果によってこのモンスターは全てのモンスターに1回ずつ攻撃をすることができる、行け希望ホープの攻撃、アルティメットアルティメットホープケスラッシュドーン。やーべー強くねこのデッキ、こんなデュエルでは神ゲー起きてるんですけど、まあ一応新パックのカードこれしか入ってんだよね。新パックのカードこれだけっていうね。さあお相手の方、お絶対にユーマアストラル VS ユーマアストラルですね、ユーマアストラル VS ユーマアストラルユーですね、はい、よろしくお願いします。ユーで3倍。さあオノマトランスの効果によって俺はガガボルトをデッキに戻し、俺はオノマトピアを手札に加えてさせてもらうぜ、そしてオノマトピアのお召喚、ごめんめっちゃゲップ出た、で、ドロドドライバーを特殊召喚、そしてさらにモンスターを特殊召喚、いけズババ番長、そしてドロドドライバーのモンスター効果発動、オノマトピアのレベルを5にさせてもらうぜ、そしてドロドドライバーの効果は1ターンに2度使うことができる、そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイ、行け俺はレベル5のモンスター2体を使いオーバーレイとここ地区現れよ、ゼアルウェポンライオアームズ、ライオアームズのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使いゼアルウェポンを手札に加えていく1枚、ライトニングブレード、ライトニングブレードでいいか、ライトニングブレードでいいか、そして俺はズババ番長のモンスターの効果を発動、もちろんオノマトピアを特殊召喚、そしてレベル4が2体来るぞユーマ、俺はズババ番長とオノマトピアでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、
希望ホープ、召喚ムービーをどうぞ。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。エクシエンス召喚、機械の使者ナンバー39、希望ホープ。さらに希望ホープに手札よりゼアルウェポントルネードブリンガーを装備。このカードを装備されたモンスターは効果の対象にはならない。さらにライトニングブレードも装備。この効果によって俺のフィールド上のゼアルウェポンカードは効果では破壊されない。さらにライオアームズの効果も発動するかどうか今考えている。発動しちゃっていいか、これってどっちにしてもこれ多分普通のままだから。発動しよう。ライオアームズの効果発動、ホープモンスターに装備し攻撃力8000。攻撃力8000、効果の対象にはならず、相手の効果ではこのゼアルウェポンは破壊されることはない。ガガガシスターいいだろ。これオノマトってさ、この盤面作ったらもうなんか返せないまでない。これズワワンチョどうぞ、ズワワンチョどうぞ。はいはい、いいんですけど、これもう返せないまでない。これガガガボルト、それ何の意味ないよこれ。今俺のフィールド上のカードでガガガボルトが効くカードなんもないけど、フェイス読もうぜ。俺はライトニングブレードの効果によってゼアルウェポンカードは全て効果で破壊されることはないんだよ。あ、ロック、はい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 。で、どうすんだい、トレミスかい。これマジでさ、これテキスト読めない系人類。これランク戦によくいるテキスト読まないでひたすらに自分の動きだけするムーブおじさん。いや、テキスト読もうぜ。ブレストはテキスト読まないけどね。でも基本的にアニメがテキスト読まないんで。はいはい。トレミスでこれモンスター、自分の墓地のモンスターが俺の墓地のモンスターだけど、もうテキスト読んでいけ、テキストはしっかり読んでいけ。お前テキストトレミス殴られたら死ぬぞ。テキスト読もう。オノマト使ってんでしょ一応あなた。こっちも一応オノマト使ったんだけど、まあ、盤面最下級ね。これが本物のユーマレッキーだから。君のね、エセなんだよね、君のデッキですよね。テキストはしっかりと読んでいけ。対戦ありがとうございました。やはりアストラリーの方が強かったか。さあ、お相手の方、根性そのデッキ。デュエルを挑まれて逃げてられっかよ。あー、アシュラブローさん来てますね。いいですね。俺のターンだ。スキル発動、オノマトランス。オノマトランスの効果によってガガボルトを手札からデッキ戻し、ズボバンチョガガコートを手札に加えていく。そして希望オノマトピアを召喚。希望オノマトピアのモンスター効果を発動。希望オノマトピアのモンスター効果によってドロドロドライバーを特殊召喚。そしてさらにズワー番長ガガゴードも特殊召喚。さらにドロドライバーはドロドロについたモンスターの効果によって特殊召喚に成功した場合、効果を発動でき、このモンスターの効果によってフィールド上のモンスターのレベルを1個上げることができるぜ。そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、行け。ズヤルウェポン、ライオアームズ。そしてライオアームズのモンスター効果発動。このカードのオーバーレイニットを1つ使うことによってズヤルウェポンカードを1枚手札に加えることができる。これどっちの方がいいかな。まあでも対象取りの方がいいよ、さすがにこっちの方が強い。そしてズババ番長ガガガコートの効果発動。希望オノマトピアを墓地から特殊召喚。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレネットワークを構築。エクシーズ召喚、行け。希望の使者現れろ。ナンバー39、希望ホープ、ドカムービーをどうぞ。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。エクシーズ召喚、現れよ。希望の使者、希望ホープ。さらにゼアルウェポン、ライオアームズの効果によって俺は希望をホープの装備カード扱ったとし、このカードを装備する。5500。さらにトルネードブリンガーの効果によって希望をホープに装備し6800。うおぉ。言うてこれ対象取れないで、普通にガガガボルトとかそういうカードは聞きますけどね。サイクロンとかはちょっと聞いちゃうんで。モンスターを特殊召喚、手札から魔法発動。ちょっと待って、見たことあるぞこのムーブ、見たことあるぞ。ちょっと待って、落ち着こう、落ち着いて、落ち着いて。うわあ。そうだろ。